先ほどまでは石井さんが、コンサル時代何してたのか、まあ、その後転職して AR で何をしていたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、ちょっともう少し AR のお話していきたいなと思っていて、はい、そもそも NGO とかで働くっていうところに対して必要なスキルとか、はい、このスキルだけは持っといた方がいいよみたいなところって何かあったりしますか？そうですね、コミュニケーションスキルが結構重要なのかなって思っていて、英語に限らずスポーツだったりダンスとか、あとは絵とかそういうのって子どもたちと接するときに一つのコミュニケーションツールになったりして、やっぱり一緒にスポーツとかサッカーの大会とか開催してたんですけど、それを一緒に私の職員とか、あと子どもたちとか先生たちとかとやったりすると、それだけでも仲良くなれるっていう感じで、本当にそういった多彩なコミュニケーションツールを持っていると、いろいろと仲良くなれるし、その人たちと仲良くなることで本当に何を求めているのかとか、彼らがどういう状況にあるのかっていうのをこうより聞き取りやすくなるっていう感じですね、うん、じゃあ実際、そういうコミュニケーションの方法とか、はい、それに対してのツールっていうのをちゃんと持っておいた方がいいって思ったんですけど、はい、AR とかは、はい、国連職員の方と働く機会って多かったんですか？そうですね、私たちはもう国連からもお金を受けてたので、国連に対して、説明責任というか、このプロジェクトのお金はどうやって使ったかで、プロジェクトどうなってるかっていう進捗とかあって、でそこで国連職員の方と話したりしたという感じです。なるほど、はい、昔から石井さんは国連職員になりたいと思ってたじゃないですか、はい、で元々大学生の時に、本部に行って国連の職員の方とお話をお伺いしたと思うんですけど、その時の憧れみたいな存在が、AR とかだったらちょっと仕事の関係な形で働くわけですよね、はい、印象違いました？あ、そうですね、大学の頃はもう本当にいいところだけを見たみたいな感じ、リスペクトになる、はい、すごいみたいな感じで、やっぱりかっこいいなって感じなんですけど、実際にこう働いてみると、裏側の行政的なところとか紙とか書類とか用意しないといけないとかってなると、いろいろとこうやることが多いというか、人道支援っていうとこうパッと思い浮かぶの、多分なんかすごい素早くこう仕事をこなしてすぐこう支援が回ってくるみたいな感じなイメージちょっとあったりしたんですけど、実際は結構こう紙 の埋めるところが、書類とか準備する必要があったりして、そこら辺があったのと、そこにいた国連職員もウガンダ人の国連職員とかだったんですけど、エクセルとかが得意じゃなくてなかったりして、なんか逆にこっちがエクセルを、いやここがこうするんだよみたいな感じで教えたりして、どうしてこんな時間かけてんだろうと思いながらっていう感じのところがあったりして。あ、そうなんですね、はい、他に葛藤とかありました？そういうのは。そうですね、で基本的にプロジェクトのあり方として、プロポーザルを出して、でそのプロポーザルが通ったらプロポーザルに従ってプロジェクトを遂行していくみたいな形なんですけど、プロジェクト単位って1年とかになるときに、基本的にやっぱ途中でちょっとこう予想外のこととか起きたりするっていうときに支援ができなかったりするっていう感じで、なんか例えば一つ印象的なのは、子どもがなんかバケツとかを学校で必要としていて、調査漏れしたのか、もしくはその子がバケツをなくしてしまってないから買ってほしいみたいな感じで言われたんですけども、お金をそこら辺はちょっともうなかったので、どうしようかみたいな感じで、そのまま直接支援はできないっていう感じで、 AR のその現場の職員とかでカンパしやってこう出したりしたっていうケースとかがあって、なんか柔軟性がちょっともう少しあれば被益者に寄り添える支援できるのかなって思ったりして、そこら辺の葛藤とかありました、ね、あ、難しいですねこれはね、はい、なるほど、そういったところだったんですね。ちなみにそこで、また変えようと思ったきっかけとか何かあったんですか？そうですね、1年ぐらい働いて、で現場の経験もついたから、もう現場の経験もついて、現場とかを見て理解してきて、将来的に国連職員になるときに現場で人道支援をやるのか、もう少し政策寄りの国連の実習に行ったときような、本部とかで働く方みたいな形、どっちにしようかなみたいなのとかを思ってたりして、その時に私はどちらかというと、もっとマクロ的なところに携わりたいなということで、現場で1年間いろいろ経験してもういいかなという形で転職したという感じです。なるほど、ありがとうございます。AR とかで働いてみて、はい、NGO で働くにはこんな方が向いてるよみたいなのがあったら、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、何かありますか？被益者にちょっと正直あまりよくできてはいなかったと思うんですけど、被益者に寄り添うのってすごく難しいっていうのがあって、本来であれば NGO ってすごい草の根なので寄り添うべきだとは思うんですけど、やっぱりこう日本人としていくと肌の色が違うで、あと生活水準も違ったし、価値観も本当全然違うっていうところで、その人たちと仲良くなるのが結構難しいという形になっていて、本当に寄り添える支援ができるのかっていうと、そういうわけでもなく、本当に難しいんですけど、何かの専門知識があるからそれで
支援ができるっていうよりも本当にどう寄り添うかっていうところのポイントが重要かなっていうイメージがありました、うん、なるほど、はい、じゃあそこがちゃんと決まりきっていて、はい、自分が向いてるなと思ってる人には NGO はいいというところなんですね、はい、じゃあ実際それで AR、卒業して、まあ、辞められて、はい、その後は何されたんですか？その後は、ちょっとニートしててあ、そうなんですか、はい、ちょっと何もやらずに、はい、やっていて、はい、で起業を考えていたんですね、その時で起業をするにあたって、まあ、国連職員も完全に捨てるわけではなく、ちょっと起業も考え始めていて、その時にこう東大の大学院に進むことにしたんですけど、東大の大学院が人間の安全保障っていう自分 の、 学部で勉強してた内容があったっていうところで、その人間の安全保障プログラム で、はい、でかつ起業のする環境がすごい整っているので、そこに進んだという感じです、ね、なるほど、はい、ちなみにじゃあ今まで一番最初はですよ、はい、国連職員になりたいと思ったわけですよね、はいはい、そこからだんだん起業に目線が向いていったと、はい、大学院入るときは目線で言うと、はい、国連職員になりたい気持ちが何パーで、はい、起業が何パーでした？8割2割とかですかね、多分8割企業で2割国連職員みたいな感じですから、本当に人道支援に携わってて、やっぱりこうドナー の、まあ、プロポーザルとかがこう全てみたいな感じで、そこら辺をこうちゃんとやらないといけないというところで、こうちょっと支援に限界を感じたっていうのがあって、あともう一つ、そのコンサル時代に一つの案件が日本のスタートアップ業界の調査のものがあって、でそこでこう調査していくうちに、もうその当時多分フォーブスとかに載ってるそのアストロスケールとか、宇宙ゴミを回収しようとする事業とか、あとは民間版の世界銀行になろうというなんかゴジョン&カンパニーとかっていうのをこう調査して、一つの企業なのにこう夢のあることをやろうとしていて、本当にそういったものもすごい社会貢献になるっていう点で、企業の方が貢献できるんじゃないかっていうところで、じゃあ自分をちょっと起業してみたいなっていうところで、そこから起業の勉強とかをしたっていう感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。で、まあ、確かにそうですよね。実際それで起業に目が向いていくわけじゃないですか、はい、大学院は東京の大学行か、東京大学のところに行かれたんですか、はいはい、そこはなんか結構企業としては積んでるところだったんですか、はい、あ、そうですね、もう本当企業の授業がめちゃくちゃあって。そうなんですか、はい、まあ、工学部 の、 授業になるんですけど、いくつかの有名な先生がいて、うん、もう本当に企業をするのに適した環境で、アクセレレーターもあるし、ベンチャーキャピタルもあるっていう感じですね。え、ベンチャーキャピタルあるんですか？はい、ベンチャーキャピタルあります。それは外部から入ってるベンチャーキャピタル、はい、東京大学のベンチャーキャピタルです、はい、おー、なるほど、そうなんだ。はい、じゃあ東京初ベンチャーみたいな。はい、そうですね、もう本当に、まあ、ユーグレナみたいなのが。はい、そうです。ああ、そうなんだ。実際それで、学んだ内容っていうのが今起業されてることとリンクしてるんですか？はい、そうですね、本当に企業の授業で結構スタートアップを立ち上げ方みたいなところでいろいろこう勉強になって、実際に授業の一環、まあ、チームを組んで事業立ち上げみたいな感じでビジネスモデルを組み上げたんですけど、そのビジネスモデルで結構いい評価を得て投資家とかも話したりしてたんですけど。そうなんだ、はい、それは何系のサービスなんですか？はい、それは金融系にあるの、消費、そう、金融系ですね、はい、金融系のサービスなんですね、はい、なるほど。じゃあそれを、やりました。でやって、これ面白いなってより思って、はい、そこから、今独立を準備をしているやつ、はい、あ、そうですね、もうその事業で、もう少しこういろいろと練っている段階ですね。でもう少し練って、まあ、今後やっていけたらなという感じです、はい、最後に1点ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、いろんなことをされてらっしゃったじゃないですか、はい、いわゆる民間企業、はい、やりました。 NPO とか団体もやりました。その後大学院行って、うん、まあ、いわゆる今起業をしようとしてます、はい、駐在とか行こうと思っても、はい、まあ、もうでもちょっと大変だなとか、はい、そういうふうに思ってる人たちがいたとしたら、はい、そういう方にアドバイスするとしたら何ですかね？そうですね、まあ、でも結構転々としてるんですけど、行くか行かないかって迷った時はもう基本行くというスタンスで行って、うんうん、私昔剣道やってたんですけど、まあ、その剣道の先生の言葉なんですけど、もう やりたくない時もあるんですよ、今日サボろっかなと思いながら、うんうん、その時にはなんか先生が稽古に行くか行かないかって迷った時はとりあえず行けって言って、まあ、そうだよねって感じで、これはもう本当人生においてもう一歩踏み込んだやつが前に進むからみたいな感じで言って、その通りだなって感じで、迷ったらまあとりあえず行ってみるかみたいな感じでやってるって感じです、ね、あ、じゃあそういう経験も今に生かされてるってことですね、はい、そうですね。なので迷ってたらもうとりあえず進んだ方がいいのかなっていう感じです。今回は、まあ、国際協力の中でも、はい、まあ、コンサル経験もあり、まあ、NGO とか、はい、まあ、いわゆる団体系の経験もあり、で今大学院を進学して今起業しようとしている、はい、まあ、全てのフェーズで、ね、はい、まあ、経験のある石井さんにお越しいただきました。
はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。